山の神、山の神は、山に宿る神の総称である。山の神、山木、山神、山積みとも言い,い、山積みの場合は、国津神としての性格を表す義を当てる。実際の神の名称は地域により異なるが、その総称は、山の神、山の神で、ほぼ共通している。その性格や祭り方は、山に住む山民と、麓に住む農民とで異なる。どちらの場合も、 山の神は一般に女神であるとされており、そこから自分の妻のことを謙遜して山の神という表現が生まれた。このような話の現像は古事記、日本書紀のイザナミの御子ととも一致する。農民の間では春になると山の神が山から降りてきて他の神となり、秋には再び山に戻るという信仰がある。すなわち一つの神に、 山の神と田の神という二つの霊格を見ていることになる。農民に限らず、日本では死者は山中のところに行ってソレイとなり子孫を見守るという信仰があり、農民にとっての山の神の実態はソレイであるという説が有力である。正月にやってくる年神も山の神と同一視される。他に山は濃厚に欠かせない水の源であるということや、 工場をもたらす神が遠くからやってくるという、来訪神、マレビト神、マレビト神の信仰と関連もある。漁師、木こり、炭焼きなどの山民にとっての山の神は、自分たちの仕事の場である山を守護する神である。農民の他の神のような巨大の関連はなく、常にその山にいるとされる。 この山の神は一年に十二人の子を産むとされるなど非常に生殖能力の強い神とされる。これは山の神が三民にとってのうぶすな神でもあったためであると考えられる。三民の山の神は近畿に厳しいとされ、例えば祭りの日、一般に十2月12日、1月12日など12に、まつわる日は山の神が木の数を数えるとして、 山に入ることが禁止されており、この日に山に入ると木の下敷きになって死んでしまうという、長野県南作郡では大晦日に山に入ることを言われており、これを破ると、晦日用、または晦日用意という何者かの強制が聞こえ、何者か確かめようとして振り返ろうとしても首が回らないと言い,い、山の神や鬼の仕業と伝えられている。また、女神であることから、 出産や月経の汚れを特に嫌うとされるほか、祭りの日には女性の参加は許されてこなかった。山の神は仕込めであるとする伝承もあり、自分より醜いものがあれば喜ぶとして、顔が醜いおこぜを山の神に備える習慣もある。なお、山岳神がなぜ海産魚のおこうぜと結びつくのかは、不明で、山おこぜといって、魚類の他に貝類などを刺す場合もある。また際、 古来より山を小瀬の干物をお守りとして携帯したり家に祀るなどしてきた。Y のような三マ股の樹木には神が宿っているとして伐採を禁じその木をご神体として祀る風習もある。三マ股の木が女性の下半身を連想させるからとも言われるが三マ股の木はそもそもバランスが悪いために伐採時には事故を起こすことが多く注意を喚起するためとも言われている。 日本神話では、大山積み神などが山の神として登場する。また、比叡山、松尾山の大山食い神、白山の白山姫神など、特定の山に結びついた山の神もある。オーストリアの民族学者、アレクサンダー・スラビクは、日本の山の神研究を紹介するとともに、ドイツにおける山の中に眠っている王、カール大帝や、 フリードリヒバルバロッサなど山に住む神々と比較し、類似点を指摘した。日本の鉱山においては、安全と繁栄を祈願して、金山彦金山姫を祀る神社が設置されることが多く、これらも略称して、山の神と称する。鉱山で採掘された鉱石がご神体となることもある。多くは、祠程度の規模のものが多いが、歴史が長かったり、 規模の大きかったりする鉱山においては、一般的な神社と同じ規模のケースもある。鉱山の閉山後は口果て自然消滅する場合が多い。しかし、鉱山閉山後も精錬所が創業を続けたり、排水処理施設が稼働したりする場合には、神社が施設の守り神として維持されることがある。二0十五年に世界遺産に登録された明治日本の産業革命遺産製鉄。 成功、造船、石炭産業の構成資産である軍艦島の丹島神社では、大山積みとこと平宮を合志し、九州西艦の反射炉跡脇には、水人と共に山の神を祀る祠がある。稀ではあるが、奈良県の山と水銀鉱山のように、創業者、発見者を祀る山の神社もある。高山の神にも共通するが、日本の林業においては、大山積みが、 林業神としての山の神として崇められている。かつての式や決め事としては、山の神の祭日には、入山を意味、伐採を始める前に脇を一本切り倒して切り株に、酒や塩を備え、山の神に無事を祈る。時代や場所にもよるが、伐採を、先山、祈りの式を、山始めという。主に、東北、北海道地方において、12月12日、 一部で1月12日には、山林での作業を一切行わない林業者の監修が残っている。森林組合などではこの日に祈願祭や忘年会、新年会を催すなど、祭りの日の名残が見られる。山の神は女神であり、恐ろしいものの代表的存在であったことから、中世以降、口やかましい妻の故障の一つとして、山の神が用いられるようになった。 また近年では、箱根駅伝の5区、山登り区間で、複数年にわたり、圧倒的な改装を見せた選手を指して、マスメディア、日本テレビや文化放送など、中継を担当する放送局が、比喩的に山の神と評する場合がある。一般に元祖が順天堂大学の今井正人、二代目が東洋大学の柏原隆二、三代目が青山学院大学の神の大地を指す。 スポーツライターの生島敦氏は元祖山の神を1974年から4年連続で国の区間賞を獲得した大久保初を大東文化大学であるとし、今以前の山の神に上田沙根人や木下哲彦、金哲彦を挙げている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。